どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンなどを書いております。今日はついにずっと匂わせていたあるコラボレーションの発表なんですけど、 AK5 でメガネを作りました。皆さん、あやめっていうブランドをご存知でしょうか。実はもう第3部のその漫画の劇中で、第3部の主人公朝倉、まあ同じ名前の朝倉っていうキャラクターがずっとメガネをかけてるんですけど、彼のメガネが AK5 とあやめのコラボっていうセリフがずっとあったんですよ。これ AK5 とあやめのコラボいいやつっていうセリフがまあ入ってたんですけど、それでちょっと匂わせていたというか、実はもうその時からプロジェクト始まっていて、主人公がかけてるメガネを漫画が始まると同時にあやめに依頼して作ってもらった。それがついに完成したという、ご報告です。タクシー来ちゃってね。まあアクスさんはいつも動画に出てるやつ、リンのディレクターですけども、今日はスペシャルゲスト、あやめのクリエイティブディレクターに、はい、大丈夫です。クリエイティブディレクター今泉さんです。はじめまして、お願いします。今泉です、よろしくお願いします。イエイ。あやめっていう名前じゃない、名前は違う。あやめってどういう意味なんですか。あやめっていうのは僕が育ったあの町のシンボルの花で。あ、そうなんですね。え、どこですか。茨城県の板越市ってところなんですけど、それこそあやめ祭りっていうのもあるし、どうしてもこれはもう切っても切れないなっていうことで、あやめっていう名前にしてます。やっぱ日本のブランドってすごい分かるし、すごいイメージいいなと思って。ありがとうございます。僕が普通に好きだったんですよ。でも割と多分ここ2年ぐらい、ここ2年ぐらい、これもそうなんですけど、ずっとあやめで買ってて、はい、あそこの千駄ヶ谷っていうんですか、あそこ、はい、千駄ヶ谷、あのローンハーマンの近くで、いつもローンハーマン、ローンハーマンって呼んでるんです、あのエリア。結構買ってて、買ってますよね。結構多分10本以上買ってるぐらいの、もう大ファンだったんですよ。第3部書こうっていう時に、その僕メガネのキャラクターをあんま出してなかったんですよね。確かに、で実はすっごい深い理由があって、はい、書くの大変なんですよ。メガネね、描くの大変なんですよ。なんか見ないと描けない、まず、はいはい、でだから持ってるメガネしか描けない。だからあのどうせだったらその自分が気に入ってるあやめを描けようと。でもどうせだったら別注したいな、そんで作ってもらったんです。もう見せましょう、ちょっと物をまず。あ、どうぞどうぞどうぞ。一旦ちょっと今撮影してまして、場所借りてね、やるしょどんな感じ、はい、合ってます。かっこいい、かっこいいっす、かっこいい。大丈夫、言わされてない。でもまずさ、めちゃくちゃかっこよくない、黒の、もうこもう全部黒、ね、全部黒、ここも黒かなて。ほんでここちょっと説明してもらっていいですか。この板、この板って、それがチタンの、板で、それがベースとなって、アセテート、まあ、プラスチックの枠がついてる状態になってます。めちゃくちゃ渋いよ、このさ。だから今既製品ではあのここの板の色が違ったりするんですよね。はい、お分かりいただけますか。こちらニューブラック、ニューブラックじゃねえや、オールドニューニューオールド、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 ごめんなさい、ニューオールドというモデルになっております。ニューオールドはもともとこの、まあ、あのいろんな種類があるんですけど、こうやってなんかここのシルバーで、なんかこっち分かりやすいですよね、この板がこうやって入ってるっていう変わった形のメガネなんですけど、それを今回あえて黒にすることで、あら渋い、まあ、どっちもいいですけど、真っ黒っていうのはちょっと新鮮なんじゃないかなと思って。この鼻の部分も真っ黒ってあんまないっすよね。そうですね、あんまないっすよね。はい、もともとあった一番最初に描いたモデルがカッピーさんもかけていただいているニューオールドの形なんですけど、それを元にした、まあ、もう少しこうラグジュアリーというか、
ンビネーションフレーム、チタンとアセテートのコンビネーションフレームなので、まあ、ニューオールド EX というのが正式名称になってます。それをチタン製の部分を、黒のメッキを施してよりこう一体感のある仕上がりになってると思います。めちゃくちゃかっこいいです。いい渋い渋い渋いいけてるいけいけていけおじ言わせてる言わせてない大丈夫パワハラかっこいいっすかっこいい、うん、いやでもそうだよね多分そのいつもかけてるやつだったらあのベースはそんなにあの変わらないかもしれないけど真っ黒っていいよ。今回ちょっと特別なペットネームみたいなつけても大丈夫ですか。もちろん今回だから劇中でずっとその AK5 のニューブラックっていうキーワードがあったんですが、ニューブラックとそのニューオールドってなんかちょっとそもそも名前が親和性あるなと思って、ニューオールドブラックっていう名前で売らせていただきたいなと思っております。特別バージョンいいですか。限定で、ここにニューオールドブラックって入って、こっちね、あやめかける AK5、うん、いただいていきます。おーいいよね、渋いよね。やっぱさ、普通のさ、普通のコラボだとここに入れちゃうじゃないですか。まあ入れないか、さすがに。まあ入れる時もあるんですけど、どうまあそういうのはあんまりやりたくない。このやっぱ配色とかそういうのでやっぱ世界観出したいなと思ったんで、めちゃくちゃめちゃくちゃ渋いコラボアイテムなんじゃないかなと。だからこれ多分普通に漫画全く知らん人でも買ってほしい。ああいいですね、うん、嬉しいです。ただそのこのテレフォンショッピングバリのお客さんお客さんのことをやっぱ第一に考え、今回は一気に普通にこうなんか売ると元々のその読者の方が買えない可能性があるので、今回は私のノートのメンバーシップの会員が先行受注できるっていう期間を設けます。です、まあ、今メンバーシップ3000人、800とか700とかいるんで、だからあのまあまあないけど、全員が一気に買ったらやばいかもしれないけど、基本的には大丈夫だと思うんで、で残ったら一般販売、そうっていうことですよね、うん、はい、残ったら一般販売です。だから、一般販売ないかもしれないので、もしあれだったらそのメンバーシップ入ってもらっていっぱい、あのメンバーシップで、URL とか発表するんで、うんうん、この前の T シャツみたいな感じ、ね、そうですね、はい、この前のでも T シャツやばかった。どうだった T シャツ400超えましたっけ、はい、400超えましたよね。T シャツ400枚、8800円の T シャツ400枚売れたんで、はい、200枚以上売ってますね。メンバーシップだけで、だけで、うん、一般販売してない、うん、だからそのメンバーの読者だけが店舗、店舗、そうですね、まあ、ざっくり4000人だとしたら10人に1人買ってるっていう、すごい、結構いかつい読者です結構いかつい読者がついてるんで、すごいですね。それはちょっと、それぐらいだから漫画と親和性がある商品はやっぱり僕が見てもレアだし、うん、それが、まあ、実際にこう主人公がかけてるメガネそのものですもんね。うん、そうですね。しかもだってこの300本の意味って、あ、300万部そう、うん、そうなんです。300万部だから300本っていう風に僕が多分なんか打ち合わせでポロッと言ったんですよ。それで300本っていうことになったんですけど、まあ、300万本じゃなくてよかったなと思ってマジでめちゃくちゃいいっす、うん、かっこいい、めちゃくちゃかっこいい、すごいストイックな仕上がりになったなと、うん、ね、思いましたね。で今回そのこのカラーレンズっていうかサングラスレンズ、はい、サングラスか、まあ、クリアか、うんうん、はい、お選びいただきます。本当に千駄ヶ谷のお店もめちゃくちゃ本数ありますよね。もうおかげさまで増えてました。 あんな選べるメガネ屋、その1個のメガネ屋さんはそのもちろん選べるけど、1個のブランドであんなに置いてるのって珍しいですよね。そもそもブランドでお店を構えてるってあまりないことも実際、まあ、海外のブランドだったら特にないですし、これは何てことですか。これは RCN っていう、まあ、これもニューオールに続く、うちの結構もう
本当に何でもない普通に、うん、なんかいつか古着屋さんに置いてあったらいいなって思える、うん、あーいいっすね、メガネだから本当に何にもしてないし、なかなか納得って出来がなかったので、まあでも本当にこれぐらい悩んで悩んで、うん、僕このニューオールドで多分3本ぐらいあって、それであのいろいろかけ分けてるで、今回これが追加されるんで僕のメガネコレクションに、これだから僕その普通のクリアレンズ、普通のメガネとこの黒と、あとあやめってあのレンズの種類がすごい多いんですよ。だからあやめ行ってちょっとレンズの色ちょっと違うバージョンも欲しいなと思って、僕は3本、はい、僕は3本必要です。3本必要、3本必要、もう早くも297、あ、そうですよね、僕が2本で、ああ295ね、300相当多いから多分まあ買えるとは思うんだけど、でそのメンバーシップの方は買ってくれたらなんかシールつけます、ステッカー、あ、持ってきてください、はい、気合い入れていい感じのコストかけて作ったんで、これをつけようかなと思います、メンバーシップの人には。であと肝心のメガネがもうできたんで、それはもう完璧なんですけど、あのケースをちょっと間に合えば作りたいなと思って、ちょっと今それであのちょっと業者とか探してるんですけど、あの、まあ、いい意味でその本体にそのなんかコラボ感というか、うん、そういうのがそのあんまり排除してストイックに作ったんで、ケースぐらいはちょっともうちょっとあの左引きのエレンバージョンっていうの分かってもいいかなと思って、あのスプレー缶のエレンが持ってるスプレー缶の感じでケースとか作れたらいいなと思ってスポって、まあ、なのでちょっとその発売までにはもう少しそのもしかしたらパッケージがオリジナルでつくよとかその続報とかもあるかもしれないけど、今回はとにかくその、まあ、物がそうですね、仕上がったぞという、うん、もう受注開始します、何時でしたっけ、来週の2月めちゃくちゃ先11月の、9日木曜日、うん、次の次回の左行きのエレンの、メンバーシップでの漫画公開に合わせて、まあ、その日から、いや楽しみですね、いや楽しみ、その顔、俺は似合ってないって顔、うん、違う、撮ってるから、あ、そうそれ、いいよねの話から急に無言になったから、あれ、レイさん似合ってないなみたいなことなのかと思って今、いや、めちゃくちゃ似合ってますよ、いいですよね、これ、うん、絶対いいと思って、なんかね2本、本当に欲しい、ここが、ここ、このメタルパーツやっぱ嫌がる人も正直いらっしゃるんで、ただ全部一体的にも見えるから、そう、見えて、実はチタンってところがかっこいいよね、でもしかもチタンの掛け心地もあるしね、うん、ふわっとかけれる、軽いですよね、うん、いやこれすごい名作だと思う、うん、ちょっと今泉さんかけてください、ね、確かに確かに、イケメンがさ、めちゃくちゃ似合う、俺似合わなかったらまずくないですか、そうだよね、うん、似合うね、かっけえ、このよく見ないとこのねそのディティール残ってる感じ、このよく見ると普通のメガネじゃないぞと、うん、これが渋いよね、手に取った時のこのいやすげえこだわりだなってとか分かってもらいたいですね、うん、普通にいいのかな、うん、これでまあできればねオリジナルケースもついてくるから、うん、むちゃくちゃやばい超限定レアものっていうのは分かるね、そのこううちもいろんな OEM じゃないけど、うん、ファッションとメガネの親和性って、うんうん、あんまり正直広がりがなくて、うん、あ、そうなんですね、要はお互い知ってる者同士の組み合わせだけど、はい、その漫画とメガネって今までやったことないんで、まあ、全然異業種じゃないですか、うん、なんかエルメスとあのアップルがこうコラボレーションしてすごくこういい、なんだろうな、両方どっちか知らないしか知らない人も興味を持ってくれるし、うん、そういう、なんだろうな、化学反応があるじゃないかなと勝手に思ってます、いやね、できればこの発売が実際お届けになるのが8月ぐらいだから、まあそうですね、8月ぐらいに
あやめの店舗とかでなんか K5 イベントとかコラボイベントとかって言ったら多分ね、結構一回帝国ホテルでやった時すごかったけど。帝国ホテル、そう、めちゃくちゃ人来ましたよね。あれやりました。帝国ホテルのギャラリーがあってそこでやったんですよ。ダメですよ、手術の範囲ですよ。いや、それ別にそんな思ってるほどじゃないです。あのなんか、まあ、ファサードをエレンで飾るとか、なんかそういうこともできて、その時間だけこういうことやるみたいなんで、スポットでこのポジションだけ、はい、このこれだけ並んでるのがちょっといいんじゃないかっていう。いや、めちゃくちゃいいですね。OK ならぜひやりたいですよね、それは。ちょっと真夏すぎるんで、少しでも早められるように頑張ります。おお、ありがとうございます。やれる方向で、やれる方向で。ちなみに僕7月誕生日なんで。あ、7月でしょ。俺も7月誕生日なの。え、7月っておじさん2人の誕生日に合わせる。おじさん2人のために俺頑張る。はい、頑張ります。リアルな返事もらいました。 AK5× あやめニューブラックオールド、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニューオールドブラックですか。ニューオールドブラック。